ルドガー、アストもさっき来たばかりだよ。ルドガーも気になったの？聞いてない？何が？クラックから相談があるそうよ。こっちとしてはみんな来てくれて助かるよ。相談とは何だ？実はターネットがずっと顔を出さなくてさ、アーストたちと一度話したみたいだし、何か知らないかと思って。やっぱ知ってるんだな。頼む、教えてくれよ。なんだよ、なんだよそれ。ターネットをボコったってどういうことだよ。仕方がなかった。てめえ、ターネットはリーゼ・マクシア嫌いで、俺はあいつのそういう考え方正直嫌いで、けど俺の幼馴染で大切なダチなんだよ。分子世界だって。新しく感知されたみたいね。行くぞルドガー、大事な仕事だろ。説明したところで通じるはずもないだろうが、俺が引きつける。お前たちはその間に進め。アースト、紹介に出ていたのか。ああ、メラド王がお探しになっていたぞ。何やら話があるようだ。メラ、この世界では奴は健在なのか。王はこの先だった。ああ、待て、アースト、何かあったのか。長かった戦が終わるんだもの、あなたでも緊張するわよね。ああ、その通りだ。ようやく終わんのじゃな。そうなればわしたちの時代じゃの。ここまで来たら勝って終わりてえけどさ、正直言うとみんなを失ったら何の意味もねえしな。何？友を失うなど考えられない、アースト。それはお前もだ。忘れないでくれよ。いやね、熱い上に恥ずかしい男は。何者だ？アースト、あなた！やはり偽者、ナハティガルの患者か。なんじゃと？え？でも本人にしか。王の命を狙っているといったところか。お前たち、こいつは俺たちの友でも何でもない。そうなったお前とは話をしても無駄だな。ミオガエルディン・エドヤ、スティーブ・プレティムグ・アースト。すまない、戦うしかなくなった。仕方ないわ。来るぞ。アイバデティン、ヤヨストンエグイフアースト、ウクンチアイティ。とはいえここまで似ているぞ。ねえ、気が切るお前。手加減のよう、来い。潔いとこまでそっくりだ。アタックセンコアイテンスランプ。どりゃ一撃に。ランス、ほとばしで銀河の真空の一撃。
No!
取ったか。ガイアス。問題ない。何もだ。すまない。アースト、先に。今の。俺にではない。ガイアス？俺たちを結びつけていたのは思想や立場だった。無縁だと思っていた友か。先を急ごう。メロドという人間がタイムファクターじゃないの？まさかメロドもこいつに。ということはこいつがタイムファクターね。油断するな。こいつただの魔物ではないわ。ええ、おそらく人造魔物よ。メロドの置き土産か。Thank you.
大変な連戦だったわね。のことが気になってるの？そうだな。またどこかの分子世界で会えるんじゃない？だがおかげで理解できたことがある。ルドガー、ターネットを探したい。手伝ってくれないか？助かる。お前でよかった。トリグラフへ戻りましょう。てめえ、なんだよ。クラックが心配していた。俺を殴るくらいな。クラックが？あいつと俺は関係ない。俺にもかつて、仲間と呼べる者たちがいた。皆俺のために道を開こうと命を懸けた者たちだが、今はもう俺のそばにはいない。そんなダチがいるかよ。ダチじゃねえよ、そんなの。そうだな、友である以前に部下だった。あいつらにもそれぞれに望んだ未来や幸せもあったはずだ。だが俺たちの関係は互いの幸せを叶えるものではなかった。そして俺は今その犠牲の上に立っている。よく平気でいられるよな。平静さを失ったこともあった。それゆえクラックが俺を殴った時、言葉が見つからなかった。はっ、結局あんたは後悔してんじゃねえか。いや、夢を見てしまったんだ。ただの友であったなら俺たちはどういう関係でいられたのかとな。だからなんだってんだよ、さっぱり言いたいことがわかんねえよ。俺はお前が羨ましいのだろう。違う思いを持ちながら友でいてくれる者たちに囲まれたお前が。ターネット、アースト、その、さっきは。俺が伝えたかったのはそれだけだ。俺はこの場から消える。お前はどうする？お前が見てちゃできるもんもできねえよ。そうか。Thank you.